携帯カバーにタケミッチの絵を描いてみました。子供にマスクに描いたら、なんでマスクなのって言われちゃったんで、私の携帯のなんだろうな、カバーにちょっと描いてみようかなって感じっすね。まあ、とりあえずこれ見えほとんど見えないですけど、ペンで、書く、最初から書いてます。鉛筆が全然乗らなかったんで、まあしょうがねえかなって。まあだから当たりも何もつけずにやってるんで、デッサン狂ったら狂ったでしょうがねえかなぐらいの感じですね。それで色を乗っけていったんですけど、この色がですね、なかなか一回塗っただけだと綺麗にならなくて、結構何回か重ねながらですね、作ってるっていう形ですね。まあ素材がね、それぞれ違うんで、まあ素材ごとに、難しさがあります。マスクはマスクでね、染み込んじゃうのが描きづらいなっていう感じで、この携帯のカバーはカバーでですね、今度は色がなかなか乗っかんないというかですねそういう感じで苦戦しましたね。まあまあデッサン下手くそっていうのがもう如実に現れちゃってるんで、参考になったら嬉しいんですけど、参考にならないかなっていうような絵になっちゃいましたね。どうなんですかね。一応結構、私的には頑張って描いてますね。で結構細かく色を作って塗ってを何回も繰り返してます。それでまあ少しずつね、形作ったり色作ったりとやってますけど、ちょっと元々のデッサンがかなり狂っちゃってるんであなんだろうな、結構無理してなんかごまかして書き込んでごまかしてっていう感じのものにまたまたなっちゃいました。ということで、まあまあ参考にしていただければ嬉しいなっていうような、ものです。こんなんで終わりにします。